衛星国、衛星国、衛星国とは主権国家として独立しているが主要政策で大国により主権を制限され常に追随する行動をとる国家に対する批判的な故障。第一次世界大戦頃から相手の陣営に参加した国に対して用いられるようになった。フランス革命期の姉妹共和国も衛星国と呼ばれる場合がある。 1944年5月24日のチャーチル演説には、数軸国人英を指した、敵国及びその衛星国という表現が見られる。日本を含めた西側諸国では、ワルシャワ条約機構に加盟する東欧諸国などソ連を名手とする軍事同盟に加盟し、ソ連のブレジネフドクトリンにより、主権を制限された諸国について、マスコミや政治学の用語として使用されるようになった。 これらの国には東アジアにおけるモンゴル人民共和国、東欧におけるドイツ民主共和国、東ドイツ、チェコスロバキア社会主義共和国、ハンガリー人民共和国、ポーランド人民共和国、ブルガリア人民共和国、ユーゴスラビア連邦人民共和国、ルーマニア人民共和国、アルバニア人民共和国などが該当する。モンゴルでは侵害革命により、 新国が滅亡すると、新国の統治機構を一掃して、独立を宣言。その後、帝政ロシアの経済的、軍事的支援のもと、化身玉、活物ジェプツン短波発生を君主とする中国の、総主権下の自治国という地位を獲得した。ロシア革命による混乱で、ロシアからの支援が途切れると、1919年、中国はモンゴルを軍事制圧して、 実地の返上を強要することに成功した。モンゴルの独立運動家たちはモンゴル、人民革命党を組織し、極東共和国経由で、ソビエト連邦共産党と接触、その支援を受けて、中国の軍隊と統治機関を一掃し、1922年、ジェプツンタンパ発生、ボグドハーンを原始とする立憲君主体制を樹立、1924年、 ジェプツンタンパ発生の死去に伴い共和制へ移行、モンゴル人民共和国が成立した。第二次世界大戦末期において、イギリス首相、ウィンストン・チャーチルとソ連の指導者、ヨシフ・スターリンの間で会談があり、ヨーロッパにおける西側と東側の勢力範囲が決定され、上記8カ国はソ連の勢力圏と決められた。ただしこれらの国々を一概に、 衛星国とは言えない向きもあり、個々の事例については以下に記す。東ドイツは戦後ソ連の占領を受けたが、ベルリンの壁が構築されるまで、断続的に反素的な暴動が頻発していた。ソ連の影響下において安定するのは、エーリッヒ飛行ネッカーが登場するのを待てことになる。東ドイツは常に、西ドイツ、ドイツ連邦共和国との関係が問題となり、東西ドイツ基本条約で、 西ドイツに東ドイツの存在を認めさせたのは1972年のことであった。また、ドイツは東西冷戦の最前線であり、東ドイツには大量のソ連軍が、西ドイツにはアメリカ軍などの北大西洋条約機構、NATO 軍が駐留していた。そのため、東ドイツのドイツ社会主義統一党政権は国家存続のためにソ連に対して、 常に忠実である必要が生じた。このため、1974年に改正された、東ドイツ憲法第6条、第2項では、ドイツ民主共和はソビエト社会主義共和国連邦との、恒久的で取り消し得ない同盟関係にある、と規定されていた。すなわち、東ドイツは、東欧革命の発生までソ連の衛星国であり続けた。チェコスロバキアは、 第二次世界大戦前に議会制民主主義が機能していた国で共産党も有力な議会内勢力の一つとして活動していた。戦後もしばらくの間自由選挙によって選ばれた非共産党政権が政権を運営していた。当初はマーシャルプランの受け入れを模索していたが、これはソ連の圧力によって撤回された。1948年に 国内不一致で非共産党系の閣僚が辞任したのに乗じて共産党が実権を掌握し直後の総選挙で圧勝人民民主主義宣言を行ってソ連の衛生国の一つとなったスターリン主義的手法で国内の社会主義化を進め1960年に新憲法を採択して正式に社会主義共和国となった1968年に 共産党による改革運動のプラハの春が起こるとソ連をはじめとするワルシャワ条約機構軍がチェコスロバキアに侵入しこの動きを圧殺した。その後は共産党の保守派が政権を維持しソ連の衛生国として存在し続けた。これは1989年にビロード革命で共産党政権が崩壊するまで変わらなかった。 第二次世界大戦ではハンガリーは数軸国側で参戦したがソ連に全土を占領されて敗戦した。以降、ソ連の影響下に置かれることとなる。1956年に反素暴動となるハンガリー動乱が勃発した。この動きもソ連及びワルシャワ条約機構軍の介入により圧殺された。体制は元に戻されたが、チェコスロバキアのグスタフ・フサークラといって最高指導者の カーダールヤーノ氏は比較的穏健な政治姿勢をとり、経済は比較的自由であった。1968年頃から西側の経済を緩やかにではあるが取り入れ、ソ連政府の単なる区別ではなかった。1980年代には国民はハンガリー社会主義労働者等の保守派、改革派のどちらかを選択できるようになり、衛生国という概念は薄れていった。 ポーランドの変革に刺激を受けるような形で、改革派が実権を握り、ハンガリーは独自に民主化、西欧への帰還への道を歩んでいったのである。ポーランドはソ連の最大で最も重要な衛星国の一国であった。ソ連は、ポーランドの国内及び外交政策に対し多大なる影響を持ち、自国の軍隊、赤軍をポーランドに駐在させた。人民共和国の首相には、 ポーランド労働者党党首でソ連の NKVD エージェントであるボレスワフ・ビエルトが就任し次の数年間ビエルトはポーランドにスターリン主義をモデルにした政治を策に取り入れた教育はソ連をモデルとし構造改革をしたポーランド政府は主に西側諸国からの借り入れを繰り返し無計画な経済政策と国家の物在バランスに 基づいた計画によって配分される体制の計画経済により急激なインフレ急騰を招き、食料、物資不足が長く続き、1956年、1970年、1980年と暴力的なストライキや暴動が各地で勃発、軍が出動、暴力的に暴動地が発し終わった。1989年、ポーランド統一労働者統制権と、 連帯や他の民主化勢力との円卓会議が行われた。両者間で自由選挙の実施をすることで合意がなされた。ブルガリアは歴史的にロシアとの親和性が強く、その独立にも深く関わっていたため、第二次世界大戦におけるソ連軍、赤軍の侵攻もドイツからの解放と受け止める雰囲気が強かった。そのため、比較的素直にソ連による支配を受け入れ、 ソビエト連邦の第16番目の加盟共和国とも揶揄されるほどの関係を築いた同様の比喩はモンゴルに対しても見られる。実際にブルガリアの指導者トドルジフコフはブルガリアのソ連加盟を打診したことすらあるが、更新地域であるブルガリアを領有することによる経済的負担を拒否したソ連政府により拒絶された。この緊密な状態は両国の指導者が交代しても続き、 1989年の民主化運動で共産党政権が退場するまで変わらなかった。ユーゴスラビアは東欧で唯一ナチスからの自力解放に成功し、そのパルチザンの指導者だったヨシップ・ブローズ地頭が独自の社会主義路線の建設を行った。またマーシャルプランも積極的に受け入れた。これはソ連との反目を引き起こし1960年代まで。 ユーゴスラビアとソ連は断続的に国交断絶と回復を繰り返した。その後もユーゴスラビアは東側という枠の中には入りきらずに西側陣営にも東側陣営にも属さない非同盟運動を巧みにリードして米ソにその存在感を見せつけた。その結果ソ連で脱スターリン化が意識され西側との 平和共存路線が主張された1960年代以降は、ユーゴスラビアとの関係が比較的安定した。このような経緯から、ユーゴスラビアは広く、衛星国としては扱われない場合が多い。ルーマニアは、第二次世界大戦で、数軸国に就いたが、ソ連軍の侵攻、全土占領により従来の立憲王国は崩壊し、ルーマニア共産党による、 独裁支配が完成した。他の東欧諸国と同様に、ソ連に対して忠実で典型的な衛生国の一つであった。しかし、1965年に、ニコラエチャウシェスク政権が登場すると、豊富な石油生産を背景にした、経済建設に成功したことで、ソ連から一定の距離を置き、当時ソ連と対立していた中国へと接近し、 ソ連との断交と復縁を繰り返した。また、ソ連共産党との確執のあった日本共産党にも接近した。ルーマニアもチャウシェスク政権以降は衛星国として扱わない場合が多い。アルバニアでは第二次世界大戦中にパルティザン闘争が盛んでイタリアやドイツと戦った。戦後はエンベルホッチャによる独裁体制が成立したが常に 隣国のユーゴスラビアの存在を意識し、その指導者の地頭が独自の社会主義建設を主張したことで一層ソ連への依存度を高めた。しかし、1956年にフルシチョフがスターリン批判を行うとホッジャは激しく反発し、国内での強権支配を一層強化して、中世主義と非難したソ連との関係を断絶した。1962年にはコメコン、 1968年にはワルシャワ条約機構から脱退し、ソ連の衛星国からは完全に脱却した。その後は中蘇対立を通じて、イデオロギーが共通した中華人民共和国へと接近し、1965年からの文化大革命も熱烈に支持して中国からの援助を受けた。また、ヨーロッパの周辺国とは事実上の鎖国状態となっていた。 国交断絶後のソ連との関係はさらに悪化し、ソ連を仮想敵国とみなして国内の兵力増強に努めていた。1979年には、東商兵による急速な改革路線に転じた中国とも断交し、孤立無縁なバルカンの孤児と呼ばれる状態が1985年のホッチャシゴも東欧革命まで続いた。ソ連が衛星国に対して、 求進力を強めるためにがあった。ただし西側のマーシャルプランと比較してもコメコンが機能したとはとても言えず、またワルシャワ条約機構は対外的な安全保障の枠組みというよりもチェコ事件等に見られるように衛星国から抜け出そうとする身内の加盟国に対しての暴力装置としての面が強かった。この他にもソ連は 東欧の中で数少ない産油国であったため、エネルギー分野でもこれらの国の運命を握っていた。ただし同じく産油国であったルーマニアはこの限りではなく、早々と衛星国の枠組みから抜けてしまった。1985年にミハイル・ゴルバチョフが登場すると、これら、東欧諸国に対するソ連の指導性を否定した、いわゆるブレジネフ・ドクトリミコール制限主権論の放棄。 これにより各国は独自路線に走ることを許され、ポーランドやハンガリーなど国内の改革を試みる動きも出てきたポーランド民主化運動、ハンガリー民主化運動を参照。最終的にはベルリンの壁が崩壊し東欧及びモンゴル等の諸国の共産主義政権が総倒れになることによって衛星国の枠組みは解消された東欧革命、モンゴル民主化運動を参照。 ソ連崩壊後ソ連を引き継いだロシア連邦は旧ソ連各国への影響力を残すことを狙っており実際に影響力の強いベラルーシ、カザフスタンやジョージアの独立勢力でロシアが支援するアブハー、南オセチアなどの国々をソ連時代に習って衛星国と呼ぶことがある楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください